備前君、この神道花屋龍馬シリーズ100本記念で備前君を出させてもらいます。今年もよろしくお願いします。今年もっていうかね、去年はなんか縁があったのかなかったのかわからない状態ですけども、今年からね、備前君ともこうやってたまにねやり取りができるんじゃないかなと思います。ぜひね、花屋龍馬さんの動画にちょろっと出させてもらってください。で、身近にね、花屋龍馬さんみたいなすごくね頼りになるお兄ちゃんがいるっていうのはものすごくラッキーなことです。人間ってのはまず素養ってのがあります。素養ってのは生まれ持ったものですよね。背の高さとか性別とか生まれた地域とか家族とか、こういったもの自分では選べない素養ってのがありますよね。体力があるとか大飯ぐらいだとかね、酒がガンガン飲めるとか、女の子に物おじしないとか、いろんな特徴、長所とか短所とかっていうのがあると思うんですよ。これが素養です。そして2つ目は後天的に人生の中で自分を鍛え上げてね、作り上げていくもの。これがまあいわゆるね、努力って言葉かもしれませんよね。学習とかね、こういったものをやることによって苦手なものを得意にすることもできるんですよ。でも残念ながら素養はあるけども、努力もしたんだけども、3つ目のこのポジションがないとね、何ともならないものがあります。それは運なんですよ。結局ね、どこまで頑張っても最終的に小さな差をつけるのは運なんですよね。で、その意味ではこれはね、備前君は、ね、最初から運がいいと言えると思いますよ。まあ、ですので、その運を最大限生かすためにも、持って生まれたお父さんお母さんからもらったね、そして周りの人からいただいたこの素養ってのを大切にして、その素養をね、何に素養が向かってるか分かんないです。どこに特技があるのかまだ分かんないです。 未知数なんですよ。可能性がいろんなところにあります。だから少しずつ大きなものに興味を持っていって、あれもいいこれもいい、いろんなものにね目を向けていっていただきたいと思います。その中でもうね、これをやらないと気が済まないってものが必ずあるんですよ。それが今日はないかもしれないけど、明日は必ずある。そういうふうな気持ちでね、明日は自分がこれになろう、明日になったらこれを得意になろうとかね、好きになろうとかね、そんなものをいろいろと見つけていけるんじゃないかなと思いますよね。いろいろとね、話しましたけども、まあ一言言うとすれば、何でもトライってことですよ。何でもトライね。花屋龍馬さんをはじめ YouTube を通じて、いろんなね、たくさんの、見本になる大人、見本にならない大人、どっちもお手本にできると思います。反面教師って言葉があるんですけども、こんなダサい大人になりたくないなっていうのも、素直にそれに従ったらいいんですよ。こうならないぞと思って反面教師と言ってね、逆を行くんですよ。情けないなと思う人の逆を行くんですよ。最後にこの言葉でちょっとね、締めようかと思いますけども、賢い人っていうのは、まあ愚かな人からも学ぶんですよ。でもね、愚かな人っていうのは賢い人からは学ばないんですよね。だから学ばないからずっと愚かなんですよね。まあ、これ本当にね、恐ろしい言葉なんですよ。私みたいに48歳になるともう取り返しがつかない部分もあるんですけども、まあでもね、もう一花咲かせるために無駄な書きやってみようかと思います。それでは第100話神道花屋龍馬シリーズは備前君へのメッセージとなりました。ありがとうございました。